表にては来月上旬にもスタッフを迎えるということです。夏休みの小学生たちに給食を作ってもらい、日頃給食がどのように作られているか知ってもらおうという催しは埼玉県所沢市で行われました。この催しは所沢市教育委員会に行われ、市内の第一学校給食センターでは夏休みに入った小学3年生から6年生までのおよそ20人の親子が、子どもたちはキャベツや玉ねぎを切ったり、じゃがいもの皮付きを配達した後、直径1メートル20センチまで大きなキャベツの大きな皮を使ってカレーを煮込ませる作業をしました。また地元産の豚肉を使った本格の調理を行いまして、調理器から揚げ物の中心付近までしっかりと熱が通っているか必ず温度計で確かめているべきだと思います。この日の献立は豆腐カレーにとんかつ、野菜スープなどで、子どもたちは美味しそうに味わっています。とても美味しかったです。